はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？危なぁ、本性。さあ、それでは2時のゲストがスタジオ入ってきてくれました。今日のゲスト、おぼんこぼん師匠のお二人です。イエーイ、どうも、こんにちは。よろしくお願いします。はい、相変わらず賑やかなおぼんこぼんでございます。こんにちは。うまくするだけです。今ね、ここでちょっと倒りかけたんよ。そしたら花輪くんが横でね、危ないって。背もたれ緩いのか。もやし痛みに反応して後ろに反応、倒れすぎなんですよ。めっちゃ焦ったマジで。そんなリクライニングしないでありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。もうラジオショーは何度も出ていただいてますけど、本当もうレギュラーみたいなもんやね。レギュラーみたいなもんですけど。ありがとうございます。だってこの前二人お休みの時にサンドさんと一緒だったの。コロナでやるんだよな。だから、ナイスさんと久しぶり。はい。久しぶりです。ラジオショー。でも、しょっちゅう会ってますけど。去年の10月ぐらいかな。あ、なんか、その前は、おととしの12月だって。え？そんな？そんな空いてないと思いますよ。空いてない。じゃあ、レギュラーじゃなくて、準レギュラーぐらいか。準レギュラーぐらい。もっとか。うん。だって、この間3日前に会うてるもんな。あ、草野球、ありがとうございました。そうなんですよ、もう。久々に草野球ね。ほんとほんと。15年ぶりぐらいでした、僕。内臓まで痛かった。めちゃくちゃ筋肉痛。まだそうですよ、もう。息するのも筋肉痛なんですよ、なんかわかんないけど。もう、喉の奥まで。協会の若手もいっぱい増えたから。増えた。草野球楽しいですね、紅白戦。ほんと楽しい。うん。紅白戦が一番楽しい。いや、楽しかったです。ブッチャーさんのチームともやったんで。あの時はつまんなかった。つまんなかった。だってことね。ボロボロなんだもん。相手強すぎるとね。相手が強すぎるわけだ。うちが下手すぎる。漫才協会が。だからエースの子がね、芸人辞めちゃって、そうそう、田舎に帰っちゃうみたいなこと。小松くんがね。ねえ。だってさ、その小松くんは、まあ、フォアボールヒット、フォアボールヒットとかも、ボロボロだったの。でも、前回投げたのは、森くんっているじゃん、落ち森の。落ち森。森。いいピッチングしたんだけど、10アウトぐらい取ったかな。10アウト全部エラーばっかしで。ああ、そうですか。1回で都合。10アウト。はあ。それはわけわかんない。10アウト。新しいルール作って。普通は3アウトだけども。実績。エラー、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 エラー。だからもう結局は、10アウトぐらい取ってんだけども。守備が下手すぎるんですね、下手だったね。もう大阪桐蔭見習わなきゃいけないですね。ほんと。大阪。強いね。強いです。今もなんか、スリーランホームラン。だから、履正社しかいないんじゃないですか、大阪桐蔭倒すの。そうなんでしょうね。うちらも、ね、僕も。なんか、でも履正社もちょっと良くなったって話を聞いたそうなんだ。あの、岡田監督が辞めるらしいんだよね。あ、そうなんですか。うん、だからちょっと弱くなるかもわかんないっていう情報が入ってます。そうですよね。いや、本当に大阪は強い。大阪強いっすね。もう、桐蔭強いね。だからさっきも言ってたよね、ちょこっと。そうそうそう。ね、日ハムと桐蔭とやったら面白いんだよね。阪神とね、大阪桐蔭と。花輪君が言ったんだ。金属バット。これを言ってないからね。さんが言ってたんだ。日ハムと大阪桐蔭やったら今同じぐらいじゃないですか、何しくってんの。新庄監督怒りますよ、本当に。いやいや、それは違うけど、やっぱプロとアマチュアはね、全然力違うからね。違いますけどね。そうそう。野球。野球なんかやっぱ見るんですか、今、プロ野球。見てるよ。俺はもう野球大好きなの。あ、そうですか。もうやっぱ一番好きなの、長嶋茂雄さん。ジャイアンツのファンなんですね。大阪だけど、巨人ファン。大阪だけど、ジャイアンツ。そうっすね。そうですか。僕は、やっぱり阪神ファン。なるおっていう、甲子園の隣に住んでましたからね。で、バイトだとか、甲子園球場にアルバイトなんかしてたりして。そうなんだ。子供の頃ね。だから、どうしても、阪神。だから、その当時は、朝声だとか、三宅だとか、タミヤ、知らないでしょ？いや、もうちょっと全然時代が違いますね。もう時代が違うんですよ。だから、小山、ピッチャー、小山、バッキーだとかね。あの頃の阪神ファン。今、誰、阪神に言ってる、ピンとこない。あ、そうですか。うん、当時の阪神ファン。今はあんまじゃ見てないですね。バースとかの時代ですからね、僕らは。ああ、そうか。二世代ぐらい違うのかな、やっぱり。そうですよね。ナイスとかね。ちょっと親の世代です。見回りぐらい違うかな。違いますね、確かにね。その内容がね、本に全部書いてありますので。そんな話はあ、そう、ありがとうございます。嬉しい。いや、嬉しいね。よ、会長。いや、会長。会長って何ですか、それ。いやいや、会長じゃない、もう。いやいや、それはやっぱお盆師匠がね。いやいや、何をおっしゃる、うさぎさん。副会長、新旧副会長の二人がなんか、なってますけど。いやいや、ほんと。一旦 CM で、この後もお盆師匠のお二人、お付き合いいただきます。はい。毎日2時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきますが、改めて今日のゲスト、おぼんこぼんのお二人です。改めて、はい、ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。イエッホー。
元気だな。もうテンション上げないとね。今漫才の仕事としてはどのぐらいですか。はい、まあ、東洋館の舞台と。東洋館と、ここは今月はこの後国立が10日間あるのかな。ああ、国立劇場が来月だ。明日から。そう、明日から始まるやん。やっぱりね、はい、コロナで、営業っていうのは少ないね。昨日まで行ってたんですよ、岩手に。岩手、一個の仕事で2泊3日。いやいや、だから地震で新幹線走んないじゃないですか。もともと岩手は決まってて、はい、だから全員で行くのにこう時間かかるんで、いっぺん仙台に行って一泊して、で次の日移動して、あ、で一泊して、また戻って一泊して帰ってくる。で一日の営業で ねだからもう本当にやっぱり新幹線だって、新幹線のありがたさが。新幹線です。新幹線でもそんな顔して見なくたっていいじゃん。全員ですごい顔したからね、今ね。もうゴルフと野球やりすぎて疲れてるんだよ。そう、本当だから、もう水ダウの後からめちゃくちゃ忙しくなってるじゃないですか。 うん、それでもやっぱお盆師匠のインスタとか見てると、野球とゴルフめちゃくちゃ行ってますよね。だって好きなんだもん。だってチームだけでもね、あれ4つぐらい入ってるかな。野球チーム、野球チームに。はあ、そうよ。この間ね、ことぶき野球、去年から誘われて。ことぶき野球、ことぶき、平均年齢が80ぐらい、はい、みんなお元気よ。85のじいさんがピッチャーして走るんだから。ことぶき野球、うん、すごい。だからもうみんな70、はあ、60若手。うわ、それに呼んでいただいて。ちょうど中間ぐらい。中間、まだ若手。まだ若手、若手は。ベテランか、中間。ほんと、上88ぐらいの方が走るんだよ。走ったり打ったり。打って投げて。できるんですか。本人は走ってるつもりでも、ゆっくりでしょ。それはそうだけど、でも、88のじいさんに比べりゃ、漫才協会のあんたね、ああいう先輩から比べればさ。まあ。ね、もう全然違いますよ。でも漫才協会の師匠は、例えば、教授師匠とかあって、普通に若いですよね。教授師匠は若い。若いですよね。あの人は若い。若いですよね。すごい。ほんと、なんだろうね。最年長ですか、今、教授師匠。違う。ナンセンス。あ、そう。あ、岸野さん。岸野さんが一番上だわ。岸野翔が一番。岸野さんじゃない。あ、教授賞。うん、教授さんが上。一番上。元気ですね。元気ですよね。元気よ。背筋いいし。うん。京太さんが、はい、最近、じじいに見えてくるもん。だから、見た目、京太師匠の方がちょっと年上です。最近、年下に見えてくる。年下ですよね。もう、教授さんは声がパーンと出るしさ。そうですよね。はるかちゃん知らないでしょ。あ、ちょっと、東京、東京、東京人って言ってね。なんかここにいつもドクロの指輪をしてるわけだから。そこじゃない、別に。紹介するときなんでそこなんですか。なんか僕が東京出てきたとき、まだ、教授京太で漫才やってた。そうでしたか。やってた。教授師匠。あの人はね、80、昭和何年、一桁ぐらいだと思うんだ。多分86ぐらい行ってますよね。6、7。6、7ぐらい行ってます。もしかしたら米中行ってるかもわかんない。あ、そうですか。そうでしたか。ネットで。定かじゃないですね。その、だから稽古師匠も、やっぱり93ぐらいまでめちゃくちゃ元気でしたよね。あ、そう。本当元気。元気でしたよね。うん、普通に。で、95を超えてからね。そうですね。そのぐらいからちょっとなんか、やっぱり怪我したりとか、そういうことはあるとね。そうですね。ちょっとしんどくなりますね。いや、でもね、俺たちの商売って人に見られるじゃん。はい。だから人に見られてる間は元気だと思う。ああ。綺麗にするし。なるほど、なるほど。気遣うしね。そうそうそう。やっぱり人に見てられないと。構わないじゃん、自分でも。ちょっと白が出てきたらすぐ染めるとかさ。そうですよね。だから、本当にね、やっぱ人に見られる商売でよかったなと思う。そっか。一流芸能人だもん。誰も言ってくんないから、自分で言うしかないですよ。その自覚が大事というか。そうね。だって、昭和に一流なんだ。だから、この本がね、はい。もうちょっと内容は全部さすがに本読んでほしいので、ありがとうございましたけど。花さん。ありがとうございます。帯ありがとうございます。帯のコメントね。二人が仲良くなれば世界が平和になる。そうなんですよ。国連大使。国連大使。ありがとうございます。ありがとうございました。でもやっぱりすごいですね。昨日ね、知らなかったこともいっぱい。囲み取材をやっていただいて。囲み取材。はい。この本の出版。八重洲のブックセンターっていうところ、そういうところで、16社、17社ぐらいか。17社来ましたか。ちょっとわかりますか、あれを読めばもう、なんとなく。まあまだ。
なんとなく歴史も全部わかります。内容、内容、ね、内容はね、すごいよくわかる。僕らもやっぱ知らないことも結構書いてあって、お二人のやっぱ若い頃のこととか読んでいただいた。読みました、読みました。ありがとうございます。花さんまだだね、その読みましたよ。本当に？はい。風呂でもう全部読みました。なんで風呂なんで？何風呂じゃなくて。何でもいいけど。あと斜め読み。1時間半ぐらいで読めるでしょ。文字が大きいんで、割と結構読む。文字が大きいんで、それも褒め言葉がわかんないけど。ちょっと花君、おでこ出せ。叩くの？ウィル・スミスじゃないですか。ありますよ、でも。本当でも、だから知らないことというか、満を持してのお笑いスター誕生だったりとか、なんかそういう、だからネタ&コルドンブルーで、毎日やってた。ジョン・レノン、小野康じゃないや。え？小野洋子さん。小野洋子さん。大好きだからね。小野さん大好き。一番好きなのは小野洋子さんだから。小野洋子さんとジョン・レノンが見に来たんですよね。コルドンブルー見に来て、一番前で。すごいっすね。2人でコントをやってたら、うん、だから小野洋子さんがちょっと通訳される、うんうん、あジョン・レノン傾けの何やってんだみたいな、そう、そうすると一泊遅れてジョン・レノンさんが あそんな笑い声なんだすごいじゃん本当に俺はその時思わず見とこうもんかって突っ込むんだけど突っ込まない突っ込まない突っ込まないジョン・レノン笑わせたってすごいですね。そう。多分、日本のコメディアンではおぼん・こぼんだけだと思う。そう、コルドンブルーっていうのは、そういう、すごい人が来るようなとこだったわけですよ。一流のお客さんですよ。めちゃくちゃ高いですね。でも、で、ガイタレっていう、まあ、このタレントさんが来たら、接待で使うお店なんですよ。僕はそこまで知らなくって、コルドンブルーって、チャック・ウィルソンとか、チャック・ウィルソンとか。チャック・ウィルソンじゃないだろ。チャック・ウィルソンは東洋館来るだろ、普通に。知らねえけど。違うよ、お前。ジョン・レノンとか。それ、ケンタ・デリカットです。あのね、ジョン・レノン、小野洋子、モハメッド・アリさん。えシルビー・バルダーだとか。それから、アイク・ティーナ・ターナーとかさ。で、アダモさんとかさ。雪が降る、あなたは来ないっていう。アダモさん、なんかみんなお客さんで来るよ。へぇー。その日は今日来るぞみたいなの分かって。何も来ない。いきなり、もういきなりパッと目の前ステージ上がったら。俺のショー始まると、一番前にいるわけ。えぇー。そりゃ興奮するよ。びっくりするよ。日本語でやるわけじゃないですか。そうそうか。うん。まあ通訳。だからみんな横に通訳がいらっしゃるから、同時通訳のみたいな、そういう方が。また音楽もやっぱいっぱいね、ダンスとかもいっぱい楽しみで。でも困りますよ。全員が外人っていう場合ありますからね。そうそう。ほんで、片言の英語で、ちゃんと。やるんですよ。だから、ウケないんですよ。なんかなと思ったらね、フランスの方だったり。英語やっちゃダメだ。全員がな。全員が。中国の方も全員が中国。それぐらい教えといてもらいたいですけど。中国の方。はい。な、バレーボールの選手の方。選手の方がいらっしゃる。そう。みんな身長がもう2メートルぐらいですよ。高いのね。フランス料理出すんですよ。で、フランス料理食べて、で、ショーが始まったんです。そしたら、マヌカンさんって、裸の女の子。胸だけ出す。でも、おっぱいポッと見た瞬間、全員がサッと帰る。もう、そういう、興奮させちゃダメだ、スポーツは。ダメなんだ。そうなんすか。本当に見事に一瞬、サッと。でもその国の文化。それで、その後、お客さん、誰もいないとこで、ショーやなきゃいけない。ショーやらない、しょうがないから。あ、そうなんですか。そういうこともそういう思い出としてあります。なんか自分知らないよく習得できますもんね。そう。他の芸人だったらそんな経験できないですもんね。まあ、そういうショー、うん、そうそうそう。まあ、ショーになってるからね。なるほど。うん。ですか。いろんなコルドンブルーでは10年間いたんだもん。いや、すごいっすよね。今そういう場所ってあんまない。もう、まあ、あんまりどこも全然ない。やんないですよね。初見費がかかりすぎて。なんなら、もう一回コルドンブルーみたいなとこが、あったら、うん、出たいね。やりたい、やり、うん、自分で作るっていうのはどうですか。そんなんものすごいお金かかるもん。レビューショーはね、お金かかり、経費かかりすぎるんですよ。衣装だやれ、音楽の譜面から始まって。それで、振り付けの先生だ、音楽の先生だ。衣装だやれなんだかんだっつって、だいたい月に1200万ぐらいかかってるよ。もっとかかってる。もっとかかってるよね。だって終わるのがだいたい夜中の2時頃じゃん。そんなにかかる。そしたら全員が託そうだもん。うんはあ、スタッフ全員全員託そうです。スタッフからキャスト全員が。そう、毎晩だもん。うわ日曜日以外。それはすごいですね。ちょっとスケール違いますね。その代わり、一人座ったら、最低でも3万から5万だ。フランス料理だから。客席が。うん、客席が。でも、超一流のお客様よ。そうなんか船の世界一周旅みたいな感じですね。なんかそのね、豪華客船の旅みたいな。そういうレビューショーみたいなね。そういうのもやってたんですよ。でも、ショー作るとお金、
かかりすぎますね。だ僕らの時代でこの芸人体験できてないものいっぱいしてるんですね、お二人は。だから、うん、それでも僕らみたいな、うん、なんか漫才だけでしかもなんか下ネタが多い芸人なんか絶対出れないですよね。いやいやそれがね出ていい、あの出た人もいる、何人か。でも長続きしなかった。志賀明さんと榎本春夫さん、榎本明、志賀明さんっていう漫才の2人、本当漫才、漫才やってたんですか。漫才っていうか、まあ、コントみたいな、はいはいはい、ちょっとコントやってみてください、まあ、そういうのをちょこっとやってらっしゃった。でも長続き しなかったでしょ。でトンネルズ、はいはい、はい、あ、そうですよね、トンネルズ、まあ、紹介してないの、ね、紹介してね、代わりに入ってくる、うん、代わりに、あとですね、うん、でまああの受けないからちょっと面倒見てやってくれって言われて、うん、はいはい、でよく面倒 見に行ったんですけども、うん、はい、やっぱり悩んでましたの、受けないから、ガーッと暴れたりなんだかんだすると、うん、ショーの中の雰囲気に合わないわけです、うんうん、で半年で首ですよ。ああ、そう、だから彼たちはやっぱりテレビに残ってよかったですね。正解。正解なんですね。で、その後、あの人もいたな。シティボーイズ。シティボーイズ。大竹さんが。シティボーイズも、なんか、うん、そうですけどね、ちょっと。ゴールドンブルーでやってらっしゃった、ね。あ、そうですね。みんなやっぱ歌も踊りもできてみたいな。いや、全然それはやんないの。あ、やらない。僕らだけしかやんなかった。あ、もうこの人だけ。だからオープニング、まあみんなで連れてこられて、お辞儀したりだとか、エンディングありがとうございましたぐらいの、あの、紹介の仕方で踊らない。んですよ。でコーナーだけ、コントのコーナー、コントがね3本から4本あったんですよ、うんうんうん、で向こうからコントの指定があって、こういうコントをやってくださいっつって、それがあの4本ぐらいだったの、うん、だから榎本、あの人、うん、清水明さんだとかね、ああもうそうそうそう、あ、もう一緒にやってたんですか。出てました。で操りのやっぱりあの踊りをや、あの森進一の操りの森進一、うん、っていうのを清水明さんが、うん、意外とあの彼はなんか、うん、やっぱりそういうショービジネスがかじってるから、うん、うまいですよね。あとトニー谷さんとかさ、知ってる、スターちゃんの声ね、伝説のソロ版で、ソロ版で、あの人たちなんかやっぱ、うん、大したもんだなと思うよね、昔のねコメディアンの方は、うん、半分英語喋りながら、うん、レイディセンジェントルマン、お父さんおっかさんってやりながら、うん、やっぱショーになるんですよね、ちゃんと、はあ、だからすっごい違いますね、やっぱ今の全然違った、うん、深川マンボみたいな曲を、うん、あマンボをあのジャズにアレンジして、うん、日本のやつでこう踊る、当て振りをするとか、うん、結構すごい。で楽器もじゃあそのぐらいからお二人始めたんですか。いやいや、その時はもう全然楽器始めてない。楽器始めたのは26、うん、7年前から。そうなんですか。あれはお笑いスター誕生で2曲しかできないビッグバンドを作りましょうっていう話で、うん、でみんな楽器を持たされたんですよ。中尾美恵さんが、中尾美恵さん言ってました、うん、この間お会いした時、あんたたちちょっとやりなさいよって言われて、これでみんなで始めたんです、全員で。その時に楽器始めたんですね。じゃあ本当何にもできなかったんですか、初めて。全然できない。でそれからあのそこでちょっと練習して、うん、またブランクあったんです、ずっと、うん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 、そのままやってりゃよかったんだけど、漫才ブームだから仕事忙しいし、それで25、6年前に、うん、よし始めようっつってやったんです、2人で。それで漫才協会にビッグバンドを作った。はいはいはい。そうですよね。うん、あ、まあ、じゃあ練習ももう自主練みたいなのしないとね、下手になっちゃいますもんね。本当に管楽器だけ毎日吹いてないとダメ。ダメなんですね。これは本当に大変ですよね。大変ね。やり続けないとダメなんだもん。そうですね。で、ね、で分かるし自分で練習しないと、ああ、ダメだとか。トランペットを吹いてる人なんか3日吹かなかったらもう素人の唇になっちゃうっていう。そのぐらいやっぱすごい、毎日吹いてないとダメですか。うん。厳しい。本当厳しいですよ。あのタップも結構だから練習しないとダメになって。くんですよね、あとタップは体力だけだから、あ、体力、体力か、これはしんどい。東洋館とかで最後にあの江ノ県でタップやられるじゃないですか、はいはい、あのもっと昔長かったんですか、タップって昔からそんなに。いや、あのあれ長いですよ、あの、うん、長いバージョンもあるんですけどね、あれはあれ、あんなもん、オープニングとエンディングはあんなもんで、間でやっぱり長い時間踊らされるのがあるのよ。これはもうしんどい。振り付け受けるだけでもう目の下クマできるぐらい。1日8時間ぐらい振り付け受ける。じゃあ、あの、大泉洋さんがサクサキッドっていう映画でタップやられてたんですけど。矢倉さんと。大泉洋さん、はい。あ、浅草キッドって。キッドの深見千太郎さんの役や。あ、そうかそうか。はいはいはい。すごかったのね。あんな結構長かったね。矢倉優也さん、ね。でも皆さん上手だな。でも達者ですよね。あ、そうですか。あの、短い時間でよく、あの、僕も、あの、映画見ましたけど、結構ね。
いや、あれは本当によく練習されてますよ。あ、やっぱりそうですか。うんうん、だから、なんかちょこちょこっと美味しいところだけやるってんじゃなくて、しっかり踊ってるから、ね、あ、大したもんだなと思って。でもやっぱ昔のあの時代の芸人さんって、もう本当にタップみんな習ってた。なんか弾いたんでしょうね。必須科目みたいで、ね、あのコメディアンイコールタップダンスも踏まなきゃいけないっていうのがあったらしいですよ。浅草もあったし、あの、はい、日劇の下で、やっぱり日劇の、トップですやったりなんか、ショーなんかやってた方いらっしゃいましたからね、いっぱい、コメディアンが。深見師匠の周りだけじゃなくて、その前からやってらっしゃる。前からみんなタップやってたんですか。うんうんうん、だから当時はもう浅草って言ったらもういろんな経営劇があったじゃないですかね。あの女流の大江道子一座だとか、そういう江ノ源さんの一座だとか、うんうん、で劇場を持っていろんなことこう皆さんがやってらっしゃった時代があって、うんうん、その前はオペラとかさ、オペラとか昔の方がショービジネス多かったんですね。多かったですね、浅草はね。全然なくなってきちゃったんですね、うんうん、だから昔の、今の渋谷だとか、あの銀座だとか、そんな雰囲気が浅草にあったんですけど、ずっとね、あそこ行けばもう歓楽会で一番遊べるところだって、そうそう、それでずっとこう衰退してい、うん、くんですけど、うん、僕ら行った時はお客さん本当にいなかった。東洋館ができる前が何もホームタウンがなかったんですもんね、漫才協会はね、うん、はい、でも松竹演芸場がありましたから、うん、まあ、大宮と清水さんの劇団と、あとお笑いの方、うん、ボーイズの方だ、うん、まあ、漫才だ、みんないるよね、うん、で松竹演芸場で出していただいてたっていうのはありますよね、うん、何年も。あとはほら、あの落語協会と芸協さんに所属してる漫才は、うん、あ、要請が、あ、そういう落語の小屋に出れるっていう、はい、だからその他所属してない連中がみんな松竹演芸場でやってたんです、うんうん、あ、じゃあ松竹演芸場が、まあ、なくなるじゃないですか、うんうんうん、なくなった時にその出番がなくなっちゃった漫才師の人とかは結構いっぱいいたっていうことなんですか。でも仕事がいっぱいあったから、俺たちの時代は。それは2ビートとか。そう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 、そう、うん、あー、2ビートはまだ、もうテレビも出てます、うん、まあでもキャバレー回ってますからね。あ、で出るたびにキャバレーで返されたっていう話を聞いてるし、ホステスの悪口ばっかり言ったりなんでこんなブサイクなホステスがいないんだみたいなことを言っちゃうんだ。映画でやってたね。もう やめたいから早く買い出してもらいたい。あなたそういう風に言って、うん、でも帰れって言われて、返されたの。たけしさんとかが漫才協会いた、うん、時もあったわけじゃないですか。その時って一緒になったこととかあるの？一緒に野球やってたの。あ、漫才協会の前身の野球部がメダトーズっていう、うん、でそこでたけしとか、うん、みんなあの若手がみんな、でもノイル・コイルとかみんな、ノイルさんなんかピッチャーだったんだから。あ、そう、すっごいコントロールのいいピッチャーだった。本当にマジで。そうですよ。で、若手さんで10組もいるかいないかですからね。ああ、そうか。今みたいに何千組とか、そんなん嘘みたいな話で。かも、世の中の若手漫才師自体もそんなにいない、いない。多くはなかったんですね。はい、でも関西と関東で、そう、まあ、10組ずつぐらいいて、うん。いや、大阪は多かったよな。もっと多かった。東京はほとんどいなかった、ね。そ、同期だと、ノリオヨシオ師匠とか。いや、いや、ハッとした。あ、ボンチ師匠とかも全然した。ずっとしたです。阪神巨人もした。え、じゃあ誰なんですか、おぼん・こぼん師匠の同期ぐらいだと。用意どもは安清さん。あ、安清さん昭和40年一緒ですか。41年、まあ、先輩だけど、うん、もちろん先輩ですよ。はいはいはい、上だしね。素人のラジオに出てた番組で新助師匠助って言った時代がありましたからね。結構その本にも書かれてましたけど、やっぱ安志師匠に結構可愛がられてね。何、こぼん師匠がもう兄弟子みたいな。一、ね、はい、回コンビ組まないかみたいな、ね。いや、言われたことありますよ。それ知らなかったですね。うん、それで、うん、で、ああ、ちょっと、吉本の新喜劇っていうか、うん、ポケットミュージカルに面白い若手がいるねんっていう話で、うんうんうん、それが、あの、石井金さんとこうを、うんうん、辞めて大阪に行った、うん、あの、清さんだった。はぁ、そうなんですね。なんかそういう話もしてたんですね、うん、もうなんかやっぱ亡くなっちゃってるから特にその年齢の感覚が分かんないですけど、うんうんうん、51で亡くなったでしょ、安井さんね。だから51歳に見えなかったっすもんね。なんかもうお亡くなりになった時もっと上なと思ったから、うんうんうん、そういう感覚で見ちゃうからね、どうしても。そうですね。だからあと俺らの同期っつったら、うんうんうん、東京ではゲロゲロ、まああ、まあ、そう、同じ用意どんが。あの、もちろんコメディアンとしては長いですよ。コメディアンとしては先輩だけど、うん、漫才としたら半年ぐらいしか先輩ですよ。ちょ、90歳さん。だから、どん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 みんな死んでいくからさ、周りが。
ヒデヤさんもやっぱり同じぐらいだな。同じ料理丼で。ヒデヤから。ヒデヤさん、週一修二っていう漫才。東修一。で、週一工事になって、はい。で、ヒデヤ悦也になって、はい、で、ヒデヤ靖子さん。そうそんな前から、はい。あれなんですね。じゃあ、新山じゃなかったんですね。東だった。東だったんですね。東、修二、西工事、東西コンビ。東西コンビ、うん、あの東は関係ないの東西コンビだ東西コンビ東修二西光一問もあったんですねで純子ひろしさんは南北コンビ、うん、北ひろしさん南純子さん東西南北いたんですよあ純子ひろし師匠は南北コンビだったんですか、うん、北ひろし南純子はあそれが明日純子ひろしっていう名前はいはい変わってったわけですか。そうですね。あれなんで変わったんだろうね。わかんない。その辺はね、昔のやっぱ芸人さんの名前って不思議ですよ、ね、青空とか、うん、高峰とか、うん、ああいうなんか定語あるじゃないですか。あれはいまいちよく分かってないんですよ。それはもうみんな。いや、分かってないの分かってないんですよ。うん大空と青空が分かんない。元々が。だコロンビアは、そのレコード会社とか。そう。あのトップさんがコロンビアにいたから、うんはいはいはい、コロンビアトップライトってなってんだけども。うん、でも、青空を一門なんですよ。弟子はみんな青空。うん、で、大空一門っていうのは、うん、ヒットマスミ。ヒットマスミさんの、グループ。がグループ。ヒットマスミさん、ご夫婦の漫才がいて。はい。めちゃくちゃ嬉しい。戦後すごく、東京で有名な。大空ヒットマスミ。戦前からやってらっしゃったけどね、もちろん。その。で、帰ってきて、で、こう、二つぐらい派閥があったりとか、いろいろ派閥があったんですよ。で、高峰だとか、うんうんうん、天才秀才さんの、ケイシー高峰さんの、お師匠さん。お師匠さん。はいはいはい。じゃあ、ここまで、ちょっと、はるかじゃね。大体わかりました。ちょっとまとめて、まとめて、相関図でも、昔はよく、吉本さんとコラボしてたみたいですよ。花月って、浅草にありましたからね。神保町にあったんですよ。浅草にはありますね。今もね、吉本は。本社は、もともと本社は、吉本さんの本社は神保町にある。あ、そうなんですね。花月ビルってあるんです、ちゃんと。吉本ビル新宿にある。さあ、ちょっとじゃあ、一旦 CM で引き続き、はい、ボンコボン師匠のお二人の話聞いていきます。さあゲストショー今日はおぼんこぼんのお二人を招きしておりますけど、はい、メールが師匠来てますね、はいはい、ウサニーさんですね、うん、お笑い実力派見ました、お椀だせ茶碗だせが好きなので聞けて嬉しかったです他にもこのような歌遊びがあればぜひ披露してほしいです。あります他に。歌を短くするバージョンってな。歌を短くネタで営業でよく使うんだけど、日本昔話とかさ、坊やー良い子だ金出しなとかね。ね、短くする全部歌を短くする上手い人は歌っていいんですけど箱根八里ね、うん、箱根八里そうそう箱根の山は神奈川県どうもありがとうございました間違いじゃないんですっていうなるほど早く終わるってそういうのいっぱいやってるね営業で面白いですね上の初のやな上の初の夜行列車降りて転んで終わりかなんかイエス・アクトのギャグみたいな感じギャグみたいですねそうねもう40年以上前からこんなんやってるへえ私は真っ赤な嘘つきだとかね元の歌が分かんなかったら分かんない知ってるありがとういやちょっと分かんない短くするっていうか音落ちをつけなんか変えることですねそう違うネタにしちゃうもう短い時にこういうのやったらどうですかでも最新のなんかヒットチャートとかでできないんですかねなんかそういう2020最近の歌とか聞きます最近の歌じゃあ皆さんがしっかり知ってないと面白くないじゃないですかそうですねわあそれがベースですかボキャブラ、うん、だから、うん、もう若い人は若い人の歌とか、うん、もう年寄り年寄りの歌とかなってるから、うん、日本全国人が知らないから、うん、難しいやってもダメなのよ、うん、ポケーとされちゃうわけなるほど何それそこの選曲難しい一時はもう演歌なんかさ、うん、もう日本国中どこ、うん、チャンネルでも演歌歌ってたから、うん、予策は怠け者とかさ、うん、そういうのが分かるわもう予策も紅白であんまり歌わなくなっちゃったし、うん、みたいなね、うん、そしたら若い人には分かんないです、うん、何ですかそれそういうのできないんだよ、ね、できなくなっちゃってるんですね、うんうん、ああなるほどなさあね、うん、お知らせですけども、はい、まずあれですね4月10日に決勝戦やる地方ワングランプリの総合司会というこれこの前準決勝やってきてああそうですか31組ぐらいで準決勝も司会やられたんですか準決勝やったんですこれ ね、コンビ歴が
あの15年以上の人たち、うん、あでも M1 出れない100人組の、うんうん、やっぱりね、はい、すごい皆さんもう15年やってるとね、形ができてる。普通32組見たら飽きるけども、うん、若い人たちは、うん、全然飽きなかった。エルシャラカーニとか流れ星とか、うん、東京来るとかね、ナス中西、ね、三拍子も出るという、うん、やっぱりすごいな。これナイツ出たらもう地形ワングランプリ